こんにちは、こんばんは、のぞみです。怖い話ベストを読んでいきたいと思います。物語の結末は皆様の想像にお任せします。私が住んでいた市営団地は以前飛び降り自殺が立て続けに起きたことがあるところで、心霊系のサイトや本などにも載るような場所でした。でも私は心霊現象みたいな話は聞いたことも体験したこともなかったので、あまり気にしていませんでした。ある日、平日の昼間に外出から戻り、団地敷地内の公園を通った時に女の子の姿を見かけました。女の子はブランコに座っていて、一瞬目が合いました。あの子、中学生だろうな。平日なのに何してるんだろう。学校は？私は疑問に思いながら家に帰りました。夕方になり、突然パトカーが団地に来たので、何事？と思い外に出ると、飛び降り自殺があったことが分かりました。情報はすぐに広まり、飛び降りたのは中学生の女の子だと聞きました。まさか。私は一瞬、公園で見た女の子を思い出し、気になっていました。何日か過ぎ、公園の前を通った時、あの女の子がベンチに座っているのを見かけました。女の子は私の方をぼーっと見ていました。目があって少し安堵感を覚えました。あ、この子じゃなかったんだ。そしてその日の夜中、ふと目が覚めると、ベランダの方からブランコを漕ぐ音が聞こえてきました。キーコーキーコーと、こんな時間にブランコに乗る人がいるんだと思い、なんとなく確かめたくなりベランダに出ました。公園を見下ろしてみると、確かにブランコは揺れているのですが、目の前をすごい速さで人が落ちていきました。私はあまりのことに声も出せずに落ちていく人を見つめていました。その人はだんだんと小さくなりながら暗闇の中に吸い込まれるように落ちていき、ドンという音が響きました。そこでようやく私は叫び声を上げました。声を聞きつけた夫がベランダに駆けつけました。どうした？私はベランダにへたり込み、やっとの思いで伝えました。人が落ちてきた。夫はすぐに1階に降り確認しに行きました。でも戻ってきた夫は言うのです。誰もいなかったと。私たちの部屋があるのは8階。それよりも上から落ちてきた人が助かるなんてことがあるとはとても思えないのですが、人が落ちたような痕跡は
何も見つからなかったようでした。私も朝になって確認してみたのですが、何の形跡もありませんでした。よく考えたら、それまで窓を閉め切った8階の部屋の中で、ブランコの音を聞いたことはありませんでした。その頃、親族間である問題を抱えていたこともあり、ストレスが溜まって変な夢でも見たのだろうと思っていました。でも、その後、私は何度もその光景を見ることになりました。しばらく経ったある日、夜中に目を覚ますと、またブランコの音が、キーコーキーコー、その音を聞いてすぐにあの日のことが頭をよぎりました。またあんな光景を見てしまったらどうしようと思う一方で、どうしても確認せずにはいられなくなり、ベランダに出ました。その瞬間、目の前を人が落ちていきました。そして地面に激突する鈍い音。ドン。一瞬ですが、今度はその姿を確認することができました。白いパジャマのような服を着た髪の長い女の子でした。一瞬なので表情までは確認できませんでしたが、昼間ブランコに乗っているのを見たあの女の子だと思いました。私は夫を起こし、また人が落ちたと伝えました。夫は、見てくれ、と言い、外を確認しに行ってくれたのですが、やはり何もないようでした。そんなことが、一月に2、3回繰り返されるようになりました。そういった日は、どうしても夜中に目が覚めてしまいました。ブランコの音が聞こえ、そして女の子が落ちてくる。もう見たくもなかったので、ベランダにも出ないようにしていたのですが、カーテン越しに人が落ちるシルエットが見えるのです。目をつぶってそれを見ないようにしても、ドンという衝撃音が聞こえました。今度は目をつぶり、音も聞こえないよう耳を手で押さえたりもしたのですが、まるでタイミングを測っているかのように、私が目を開けたり、耳から手を離したタイミングで人が落ちてきました。最初のうちはその度に夫を起こしていたのですが、夢だよ、疲れてるんだよ、と言われるだけで相手にされなくなっていました。その頃から私は眠れなくなりました。眠るとあのブランコの音とともに目が覚めるのではないかという恐怖で不眠症になり、親族間の問題にも依然として悩まされ続けていたため、次第にうつ病に近い状態になりました。一刻も早くこの状況から抜け出したかったので、夫に引っ越しをしてもらえるよう何度も何度もお願いをしたのですが、貯金がなかったこともあり、適当に話を流されるだけでした。私は早くに両親を亡くしていて、頼れる親類もいませんでした。
夫の親族とは問題を抱えていたため、どこにも行き場がありませんでした。次第に私は、あの女の子の自殺を止められれば、この現象を終わらせられるのではないかと考えるようになっていました。今考えればよくわからない論理なのですが、その頃の私は精神的に本当に追い詰められていて、このままだと気が狂ってしまいそうな状況でした。そのため、そんな考えに取りつかれるようになっていたのだと思います。そんなある日、またも夜中に目が覚めました。そして、ブランコの音。キーホー、キーホー。私は、睡眠不足と精神的な疲労で朦朧とする中、今日で終わらせようと思い、ふらふらとベランダに出ました。そして柵に身を乗り出し、手を広げて、女の人が落ちてくるのを受け止めようとしました。そうしていると、上の方から女の子が落ちてくるのが見えました。でも、届きそうもなかったので、足を柵にかけ、これなら届くかもというところに手を伸ばそうとしたとき、強い力でベランダに引っ張られました。そこには夫がいて、目から涙が。ごめん。本当にごめん。その日は冬の寒い日で、私が開けっぱなしにしたベランダの窓から風が入ってくる寒さで目を覚ましたところ、私が飛び降りるような格好でいるのを見て、慌てて止めに来たとのことでした。夫も親族間の問題に悩まされていて、私のことをあまり気にかけてあげられなかったことを何度も何度も謝られました。次の日、私たちは、部屋を出てしばらくウィークリーマンションに泊まり、部屋を引っ越しました。すると夜中に目が覚めることもなくなり、もうあのブランコの音も、女の子が身を投げる姿を見ることもなくなりました。引っ越しをする際にお隣の人から聞いた話では、やはり私がブランコに乗っているのを見た女の子は自殺したこのようでした。きっと私は自殺を止められなかったことで、あの女の子から恨まれていたのだと思います。以前、あの団地で自殺が立て続けに起きたのも、こうした自殺者の恨みのようなものが、連鎖して起きたのではないかと考えています。